アイスパチャンネルです。本日もオリエントアルカディアやっていきたいと思います。本日はですね、新しいイベントって言っていいのかな、この霊獣召喚イベントっていうのが、本日19日から、やっていますよということなので、こちらに関して無課金の目線で話していけたらなというふうに思います。でこの霊獣召喚イベントは、まあ、チケットで、新しいレア霊獣が手に入るというものなんですけれども、まあ、今後不定期に開催するということですね。はい、8月19日から9月2日、2週間ぐらいですかね、これね、の間に、まあ、今後不定期だから、まあ、どれぐらいの頻度で来るっていうのは、ちょっとまあ今の時点ではわからないといったところになってます。自分の心を凍らせ続けた。で、ウィッシュ霊獣を選択して、まあ、召喚券で回していくということで、天井が40回ということがあるんで、まあ、必ずね、40回回せば、もらえるといった仕組みなんですけど、注意するのがこのカウントですね。天井カウントが次回のイベントに引き継がれないということなんで、まあ今回40回手前まで回して出なかった場合、次のイベントに持ち越しされないということなんで、リセットになっちゃうということですね。だから無課金でやる場合はやっぱり、まあ、しっかり取るっていうことは重要なんで、まあ40枚数ですか、40回回せる召喚券を集めてから挑むのがいいのかなというふうに思います。でこの召喚券自体は、回収されない、まあ、次回のイベントまで、貯めることができるから、まあ英雄のなんだっけ、遠征のガチャと同じですよね。なんで持ち越ししてやっぱり40枚貯めて、その時に回すというのがいいのかなというふうに思います。で召喚券の入手方法は霊獣、この間までやっていた霊獣の襲来の、ランキング、あとはショップで、現世で購入もできるということになってますね。はい、ちょっとそちらも見ていきましょうか。はい、こちらですね、霊獣召喚ですね。はい、40回で指定の霊獣をゲットできるということで、このあれですね、これ2つの霊獣しか出ないのかな、これどっちかを選択して、まあこういった形か。両方出ないってこと？これ。ん？これ両方出ないんだ。これウィッシュを設定しないとダメなのかな？ちょっとわかんないけど、これなんかあれですね。ウィッシュ霊獣しか出ない気がするんだけど。うん。じゃないかな、これ。まあ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 、1体出ればウィッシュを変えて引けばいいっていうだけか。そうですね。だから今戦地で取れる霊獣は入ってこない、まあ当然か。はい、ということですね。でショップ見ていきましょうか。ショップだと、無料でイベントで1回だけ、じゃあこれもらって1回しかもらえないんだね。あとはこの現世で最大が60、60だから、まあ、天井分までは、現世で買えるっていうことですね。はい、あとは課金要素もあるといったところになってますね。はい、で霊獣召喚イベントは世界遠征が開放したサーバーにて不定期に開催いたしますか。世界遠征のチャプターの開放に応じて新しい霊獣は選択可能の霊獣となります。要はあれですかね、世界遠征がどんどん進むにつれて新しい霊獣がこの霊獣召喚ガチャに入っていくと、まあ、そういう認識でいいのかなというふうに思ってますね。はい、まあとりあえず無課金でやるには、まあ、安全性を考慮してとりあえず40回回せるような状況にして回すというのがいいかなというふうに思いますね。じゃあどっちがいいのかっていうことをちょっと見ていきたいんですけど、とりあえずまずこの青龍ってやつ、見た目はいいっすね。はい、青龍に関しては戦闘の方が、気力が高い1行に 108% 与えて気力を下げるね。1人しかいない場合は会心が上がると。ははで星を上げていくと星3で350点、ダメージは変わらないのか。気力が下がるんですね。だから気力を下げたい時はまあいいっていうことですね。まあこれもね、ちょっとどうなんですかね。まあかなり強いですよね。まあただその気力攻撃じゃないやつにはまああんまり影響しないってことだから、芝居の何
固定ダメージとかああいうのは下げないってことでしょうね。だからまあそうですね、まあなんとも言えないけど結構強いんじゃないかな。気力だって350とか500下げたら結構いいっすよね。なのでまあ個人的には結構強そうなイメージだけど、その気力を本当に下げた方がいいのかっていう考察は、まあしとく方がいいかなというふうに思います。でこの支援スキルの方、こっちは深部スキルを発動するたびに霊獣のよだめひだめがパワーアップすると、で上限が決まってると。これは星を上げていくと、ひだめが、あ、これは結構強いんじゃないかな。だから深部スキルを発動するたびにってことは、結局そのターン数を稼げればこのダメージがどんどん入っていくということになると思うんで、さらにこのダメージの増加率とか軽減率も上がっていくっていうことだよね。発動するたびに 6% 上昇だからね。そうですよね。だから耐久パーティーを使ってる場合はいいんじゃないかな。自分は今のところ芝居なんで、芝居とかを使う場合はいいのかなと思いますね。これ強いな。個人的にはこの竜のやつは欲しいっすね。もちろん速攻パーがまあ流行ってて大凶が流行っててみたいなところがあるんで、そんなにターン数かかんないよっていう試合では使えないですよね。だけど結局さ、その耐久パーティーの芝居編成っていうのはなくなるわけじゃないし、覇者ランキング戦とか3部隊とか必要なんで、結局そういう、芝居が生きるパーティー、試合であると思うんで、これはまあ芝居と組み合わせるっていうのはめちゃめちゃありじゃないかな、と思いますので、今のところこれ欲しいですね。はい、で次牛副牛ですね。こいつは攻撃力が最も高い敵単体の行にダメージ、敵の防御力を無視か。まあこれはあんまり普通かな。どうなんだろう、あんまりさっきのね竜の方がいいかな、個人的には思いますね。はい、防御力無視ってのはどんなもんかねちょっと分かんないけど、そんなに火力は出ないんじゃないかな、ちょっと分かんない。支援スキル、これは味方全体に新牛祝福を付与し持続、戦闘収録、あ、開始時にこれがついてずっと持続する、これは結構いいですね。敵による会心ダメージを受けるときシールドを貼って自身の最大1目の 5% 分がシールド量と、ターン終了までの一人に1回だけ。これは完全に大凶アンチみたいな感じじゃないですかね。どうなんだろう。まあ大凶の今ゲームでめちゃめちゃ流行ってますけど、まだうちのサーバーではそんなに苦労した経験がないというか、あんまり当たってないような気もするんですけど、まあ今後おそらく大凶のゲームとかがみんな持ち出して育ってくると、この辺はやっぱ必須になってくるんじゃないですかね。このね、だって明らかに会心ダメージを受けるときにシールド獲得だから、星5でどんだけつくのこれ。シールド量は 20% か、 20% 20%。あ、でもこれ星5とかいらないかもね。星3ぐらいでもいいかもね。星3ぐらいでいいかもしれないですね。 20%20% だから、あ、これはでもね支援としてはかなり優秀じゃないですか、この支援スキルね。まあでもこれも相手によるか、だから大凶とかのああいうパーティーじゃなかったらそんなに生きないですよね、会心ダメージとかね。だからまあこれもまあオプションとしてはすごくいいと思う。個人的には竜かな。まあ理由は芝居を使ってるパーティーであるということとですかね、それに尽きるか。まあね、ちょっとでも分かんないですね、この辺も。明らかにだって速攻パーだったらターン数稼げないんで、この支援はあんまり意味がなくなってくるし、
こっちもね、気力を下げる。あーでもね、汎用性あると思うんだけどな。まあ、個人的にはこっちの竜の方が汎用性は高いんじゃないかなと思います。牛の方は尖ってて、なんだろう、尖ってるっていう感じですかね。こっちの方が無難な感じしますね。無難で優秀、万能な感じ。はい、ということで、まあ自分はですね、一応配信者なんで、まあ40枚のガチャ券集まってないんですけど、現世に余裕があればこの清流はとりあえずね、やっぱり芝居パーティー、耐久パーティーとしては結構魅力があるんで、余裕があったらね、回したいなと思ってます。ただ無課金で余裕がない人、40枚ねない人っていうのは、やっぱり40枚貯めてから引くっていうのが一番ベストですね。無駄にならない。まあその間新しい霊獣をね使いたいという気持ちもあると思うんですけど、結局最終的にはね、あんまりそんな早く使ったからって言って変わらないと思うんで、まあその辺はね、よく考えて、いただけるといいのかなというふうに思います。はい、ということで本日はこの新しいね、新霊獣ガチャに関して、無課金の視点で、話をしていきました。参考になれば幸いです。お疲れ様です。